どうも、ビバン考察チャンネル、大島康之でございます。いつもは顔出ししてですね、カメラで動画を撮っているんですけれども、今日に限ってはですね、えー、声しかちょっと撮れないような状況に、特別な状況にちょっとおりまして、ちょっとね、忙しくて、えー、ただカメラをセッティングできないというだけなんですけれども、えー、音声のみの、えー、会議しようかなというふうに思っております。で、コメント読みなのでね、あんまりね、顔出ししなくてもそんなに関係ないかなというふうに、えー、思っているので、それでいいかなという感じなんですけれども、えー、過去にですね、ビバンの動画を僕めちゃくちゃいっぱい出していまして、えー、できれば再生リストで最初から遡ってみてほしい んですけれどもまずね改めて今見てほしい動画っていうのを何個かですねここで適時して概要欄にも貼っておきますので今もう今更見なくていいよっていう動画も正直あるんですよなので何個か言っておきますまずはですねこちらですね林健人さんがサムネイルになっています相関図を作ってみたという考察でございますねでこれはですねンとかどうかわからないんですけれども公安とか別班とかの日本の組織から向こうのテロ組織に潜入して二重スパイのような形になっていたので助けても もらえなななかかったんじゃないかといとううようなことを、えー、ざっくりり話しておりましてておまここで、す、え、で、ー、にですね、乃木が別版かどうか分からなかったタイミングなんですけれども、ここで一応僕は言い当てていますという、えー、考察でございます。これはまだ生きてるのかなと思いますね。えー、そして、二階堂ふみさんが大きくサムネになっている、薫嘘だらけという、えー、やつがありますけれども、こちらは4話の後の考察だと思います。薫、えー、の発言が結構矛盾してるんじゃないかっていう話と、えー、役所広司さんと二宮さんの、えー、1話の時の発言と矛盾してですね、えー、これはジャミン 争奪戦みたいなことととをテントとカオルがやっていいいるのでではななかううような動画でございますこれも、えー、詳しく説明しているので見てほしいなというところ。えー、あとはですね、これ、自動売春というセンシティブなワードを使っちゃってるんですけれども、まあ、とも限らないとは思うんですけれども、えー、テントがですね、なんか悪い組織なのにいい組織みたいな、えー、そこの謎をですね、なんとか解明しようとしている回でございます。これも、えー、まだですね、崩れてないかなと思います。えー、そして、えー、別板の正体、解説というのがありますね。これは別についてざっくり情報を、えー、今本とか でね出ている情報をまとめたものなのでこれもまあ見とくといいかなというところですね、えー、あとはですねこれが一番見てほしいやつですね役所工司さんがダブルでバンバンとサムネになっていますけれども、えー、日本がテロの標的というのは嘘というですねノゴーンべきの、えー、反省を考察したものになります、えー、これは簡単に言うとですね緑地か、えー、バルカの土地をですね、えー、緑にしたいというのがノゴーンべきの思惑で、えー、日本とか公安とか、えー、丸びし商事とかの思惑とかっていうのは、えー、あとバルカ政府ですねの思惑っていうのはエネルギー を採掘したいえつまり自然を破壊しちゃいたいというえことですねそこで対立しているという構造がそもそもあるのではないかというですねえ結構大胆にのごうべきの人生を考察してるんですけれどもこれね かなり自信があるんですよね。なので、えー、まだね、10万再生とかで、リバン全体の、えー、YouTube 全体の動画の中ではそこまで別にめっちゃ伸びてるわけじゃないんですけど、ぶっちゃけこれ一番伸びていいだろうっていうぐらい、えー、自信がある内容だし、他の方はまだ全然言ってないと思う内容でございますので、このあたりを再生してもらえるといいかなと思います。というわけで、えー、皆さんのコメントを読む会にしていきます。 えー、tcbn8103、えー、大島さんビバン考察楽しみにされている皆様へ、いつもいろいろな考察を楽しませていただきます。ありがとうございます。えー、そして、えー、僕がね、前回コメントを皆さんの読み上げるにあたってですね、ユーザーネームが複雑な、えー、初期設定のアルファベットとか、えー、数字になっている人をですね、ユーザーネーム複雑と言って読み飛ばしてしまったんですけれども、えー、それに関してですね、大島さんが戸惑った複雑なユーザーネームについてですが、 YouTube アイコンのところ、チャンネル編集より、チャンネル設定、ハンドルの部分で変更することができます。というですね、えー、めちゃくちゃ丁寧なディレクションをいただきました、えー。複雑なユーザーネームなのは、YouTube 側が自動的にハンドル名を付けてるからです。そうですね、これは無作為にランダムに付けてますね、えー。名前はそれぞれ付けてると思いますが、コメント欄にはハンドル名が上がってくるようなので、皆様素敵なハンドルネームを付けましょうということで、えー、これね、僕ね、動画で言おうかと思ってたんですけど、説明がめんどくさいのでちょっとね、えー、サボっちゃってた部分なんですよね。これを、なんとですね、 t c b n 8 1 0んというですね結構シンプルめの方がですね言ってくださったんでめちゃくちゃありがたいです皆さんぜひやってみてください、えー、そして NABEC03 食材を無駄にするやつは何人たりとも許さない えー、これは卵とお赤飯問題に関してですね。えー、卵はおそらく4個というのはですね、乃木が長旅に出るから、えー、卵を多めに消費したのではないかという考察がね、前回、えー、まとまりましたけれども、それに対してお赤飯めっちゃ作ってるじゃん問題という、えー、そこに関してですね、赤飯を無駄にするやつは何人たりとも許さない。ジャミン、食べなさい。 っていうことですね。えー、ジャミーンとカオルがおそらく、えー、おにぎりにしたりですね、お弁当にしたりして食べてるんじゃないかということでございます。愛国心と愛飯心でございますね。えー、そして、ユーザーネーム複雑でございます。ガストのモーニング目玉焼き2つがデフォルトです。と思ってたら、ジョナサンもそうですよね。えー、こっち向いてよ、向井くんにも出てきましたと。えー、そして、えー、人並み以上にバイタリティのある2人なのだから違和感ありませんと。えー、体力の消耗が激しいので卵をいっぱい食っててもいいよね、ということですね。えー、ジョナサンで朝食食べてましたね、というですね、他のドラマともクロスオーバー する感想がね、えー、このチャンネルには集まってくるのでめちゃくちゃ面白いですね、えー、そしてこれね結構重要な話「ヴィヴァンイコール別班」問題ですが、えー、ユーザーネーム複雑さん「語はね乃木俺はモンゴル語でヴィヴァンだあり別班お前が乃木ああこれで少なくとも「ヴィヴァンイコール別班」は証明されたと思いますが えー、のぎのスマホにビバンというアイコンがあることも含めてということなんですが、えー、スマホにアイコンが入っていることに関しては、僕はあんまり考察に含めたくないタッちなんですけれども、えー、確かにこのセリフで、まあ、ビバンイコール別版っていうのはもう確定しちゃったのかなっていう、えー、気もしなくもないでございます。はい。えー、で、他にもね、別版イコールビバンっていうのは違うんじゃないかって言ってる人もいるし、イコールでもほぼ確定しちゃったっていうふうに諦めてる人もいて、コメント欄が錯綜してるんですけれども、まあ、僕も、ま、正直、まあ、表面上は諦めていますが、 もうちょっとこう、おしゃれにドラマ全体をパッケージングするなら別の意味あってほしいなという、えような希望的観測ではあったんですけれども、これ、めっちゃすごいですよ。ユーザーネーム、はじめ中西さん。これ本名っぽいですね。ありがとうございます。ビバンには別版とは別の意味があると思います。第1話のエンドロール内の第2話の予告の最後で野崎が、なるほど、美版にはこんな意味があったのか。 というセリフが音声だけ流れますが、このセリフだけ本編に一度も出てきていませんというですね。えー、これ、マジですかこれちょっと検証してみた方いらっしゃいますか、えー、現時点では、ビバンイコール、別班かということに野崎が気づく、下りはありましたけれども、確かに、こんな意味があったのかっていうのは、別班の下りとはちょっとまた別の気もしますよね。ビバンイコール、別班かというのの、さらにもう一個奥のようなセリフのような気もするので、でこれはもうメタ考察なので、僕のことをよくわかってくださっている方は、あんまり、 え、お前、大島ここ、考察に入れたくないんじゃないのってバレ、ばれ、ばれると思うんですけれども。え、でもね、これ、本家が、その、別版イコールビ版ということを一応、もうネタ明かししてるタイミングなので、え、これ特例的に僕は、あの、OK だという感じで取り上げたんですけれども。 これは非常に面白いですよね。で、補強材料になるかなと思います。で、もちろん予告で使われた音声とか映像っていうのが結局本編に最終音が出てこなかったっていうのは、これはドラマの作り方として別にあるっちゃあることなんですよね。放送の直前に編集されたバージョンの最終的な完パケができるので、そこでなくなくカットするっていうこともまああり得るんですけれども、これは セリフのなんか都合上流れとして、その別版だっていう風に分かった時のセリフを別塗りしたものとはあんまり思えないので、確かにね、これは8、9、10話で別の意味が出てくるのではないかという希望の光ですね。えー、そしてそこについているコメントがリプライで、 あなた有能。そのセリフ言われてみれば確かに耳に引っかかってたっていう。え、これちょっと今、あり社長の読み方で読んでみたんですけれども、ドラムの林原さん読みの可能性もありますよね。あなた有能の可能性もありますけど、あの、評価をしてくれてる人がいますね。え、というですね。これ結構ね、すごい細かいところまで見てるな。何回見てるんだろうなという感じですね。はい。そして、ザミけ。 27223。えー、これ、丸1丸2丸3あるんですけど、丸1丸2は僕はちょっといいかなと思っていて、丸3、これが僕のチャンネルではまだ述べてないポイントなんですけれども、野木のゴミ箱で見つけたという合言葉発言、えー、消したけどゴミ箱に残っているわけはなく、野木はテントの誰かと通じているということですね。えー、確かにそうなんですよね。ゴミ箱に入れるかっていう、ゴミ箱に入れた後さらに削除っていう手順っていうのはね、小学校のパソコン教室とかでも習う手順なので、そんなわけはないだろうと思うんですけど、 まあここも僕はまあ読み方次第かなというふうに思っていて実際にデスクトップにあるゴミ箱のことを指して言ったっていうよりかはなんかそのパソコンのフォルダ内をちょこ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 といじって専門的な知識で開かないと開けないゴミ箱的な場所 から見つけたんだっていうようなことをサクッと言ったんじゃないかなという気もするんですよね。なぜかっていうと、あそこめっちゃ急いでるからさ、えー、なんかそれっぽいことを伝えられればもうそれで終わり。えー、とにかく急いでこしょこしょっと伝えなきゃいけない場所ですよね。結構緊迫感のある場所だったので、えー、本当に我々がイメージしているようなデスクトップ上のゴミ箱のことを言ってるとは限らないんじゃないかな、文脈上、えー、設定上とも思ったので、うん、ちょっとね、僕は、えー、あえてそこを外して、えー、考察には入れないでいたという感じでございます。でも、あの、つながってるという 可能性も全然あるよねえー、そして、えー、パタコラン7923テントイコールネオジオン括弧逆襲のシャアに近い組織だと思います全然わからんノゴウンベキシャアアズナブルも対比させても面白いと思います全然わからんすいませんこれガンダムですか違ったら申し訳ないですけど多分ガンダムですよねすいません詳しい方ねあのもう一声説明お願いいただければと思いますすいませんはいそして これすごいですよ。めちゃくちゃな有料級の情報でございます。KMNQ4LV さんえ。いつも動画楽しく拝見しております。筋が通っていていうふうに思っちます。ありがとうございます。7話で台所の描写がよく映ったので観察したところ、乃木の住んでいる家は台所に荒神様、皇神様、えー、赤い五えー、神田明神の玉串を えー、洗い場の上には水人を祀っていますというですね、細かく見てくれてますね。ありがとうございます。こういうのをですね、僕は、えー、めっちゃやりたいんですよね。えー、また、和室には神棚も設けており、かなり熱心に信仰していますね、と。そうですね。熱心に信仰してるっていうのは、それ以外の描写でもわかるんですけれども、えー、かなり厳密にやってるということがね、えー、つまりその上の代から教わったことをなーらにやってるんじゃなくて、野木自身も新人深くて、えー、それを自主的にやってることが伺えるっていうことですよね。えー、そして、野木の実家は出雲地方という、 ということで出雲大社かっこ大国主の御事と縁がありその関係で神田明神、えー、主催神は大国主の御事を参拝しているのでしょう、えー、5話で出てきた普田伝神社の主催神は宿、えー、彦名の御事で、えー、大国主の御事と共に国を発展させた神様です 一話で野木が他の宗教の神様と同列で言葉に出したアマテラス大神は本来日本列島にいなかった、日本列島にいなかったアマツ国の神です。なるほど。一方で大国主の御子は日本に古来よりいた国津神です。神話では国津神がアマツ神に日本の統治を受け渡す国譲りが有名ですね。なるほど。詳しいな。すごいですね。 えー、台所での工人、えー、国津神の信仰は共に戦前の日本人の信仰そのものかと思います。えー、のぎの強い愛国心の強調でしょうか詳しいな何者ですか ありがとうございます。今作にはしつこいほど神社や神棚、過去公安執務室の描写でもが出てきます。えー、何か元ネタあってのオマージュかはたまた何かの匂わせか判断つきません。えー、まあ単純にね、これ極端な愛国描写っていうことだと思うんですよね。うんえー、だからまあ伏線っていうよりかは、これ公安側もそうだし、えー、乃木側もしくはえ乃木家全体側も含めて、その同じような神様をえ信仰しているっていうこと自体が、日本人ならとか日本人だからとかっていうのって、その日本に いらっしゃる外国ルーツの人をちょっと排除するようなところもあったりすると思うんですよねで、そこをまちょっと厳密性を作るというかその愛国心 っていうのは、これ、神道を信じてるっていう人たちのことだよっていうことで、その日本人っていう、ある種ですね、乱暴な主語がでかすぎる言葉っていうのから、ちょっとね、狭めることによって、当事者を減らしてるんじゃないかなみたいな、なんかそういう見方を僕はしています。はい。えだからその、日本ルーツじゃないね、2世とか3世の方っていうのも、僕の友達とかでも、職場の人とかでも、まあ、いっぱいいますから、えなんかそういう人たちが、その日本人たるものとか、我が国の日本の心は、みたいな、え、ー ことを言われるとなんかあんまり気持ちよく見えなかったりするかなっていう部分があるかもしれないんですけれども、日本の中で特に神道の信仰が厚い人たちっていうのが主人公になっていると考えれば、まあ割と、うん、ちょっとそういう気持ちは薄まるのかなみたいな、むしろね、そういう配慮をしているような描写なんじゃないかなっていう、まあもちろんそれだけじゃなくて、世界観を作るっていうことも込みですけれども、なんかね、そういう方向では僕はいい方に聞いてるのかなというふうに思っていました。はい。そして最後、こちら、ユーザーネーム複雑でございます。 一話にて、サムの部屋にルパン三世のアイテムが飾られていましたが、ビバンと発音が似ているなぁと家族で話しています。ビバン三世、別ン三世のようなボケをしながら楽しんでいます。笑いということで。のぎ、これが家族愛だ。ね、えー。こんなね、くだらないことでも。 えー、笑い合えるという関係性にね、えー、ゆずきさんとなってほしい、ジャミーンとかとなってほしいなと思ったりしますね。えー、血縁とか関係ないですからね、くだらないことで笑えるっていうのが、えー、家族とか、えー、友達とかの条件ですからね。のぎん、F と一緒に、ビバン賛成、別ッ賛成と言って笑えますか 笑えないでしょ ?F と友達なのか君はちゃんと。野崎さんと笑い合えるのかっていうところですよね。これはいいコメントだなと思います。はい。ちなみにうちの家族はこれでは盛り上がれないかもしれないぐらいお堅い家なので、非常に羨ましい家族だなというふうに思います。というわけで、皆さんのコメント、もう前回のコメント紹介の動画だけでも100件以上のコメントが来ているというですね、ほんと堂々巡りになってきているんですけれども、紹介する価値があるなというですね、広がりそうだなというコメントをまとめて広げる動画っていうのは、もう定期的に やっていきたいなと思っておりますもう泣いても笑ってもですねあと3週間ないタイミングでも美ンというドラマは終わってしまいますのでリアルタイムの美版最後まで本当にねもう毎日もう味がしなくなるまで楽しんでいきましょうというところでございます以上大島康幸でしたありがとうございました